いやー、やっぱり太陽の下はいいですね。空気もうまい。すまなかったな、秋山。せっかくの隠れ家を台無しにしちまった。構わないですよ。ちょうど寝るのに飽きてたとこです。それよりここを離れましょう。またエドが仲間を連れてくるかもしれない。伊達さんからだ。ケリュー、今どこだ？カムロ町にいる。児童公園で秋山も一緒だ。そうか。二人とも今すぐ東都病院に来られるか？ん？悪い知らせだ。俺もまだ詳しく聞いたわけじゃないんだが、遥がカムロ町で事故に遭った。生きるか死ぬかの怪我だ。どういうことだ？遥カムロ町にいたのか？え？とにかく話は病院で。いいな。ああ、ちょっとキリュウさん。